コントラクトウィズ・ゴッド。グラフィックノベルという言葉はアイズナーの発明ではないが本書によって一般の認知を得たとされる。本書は独立した4編の短編から構成される。A コントラクトウィズ・ゴッドでは宗教シンガー使った人物が幼い幼女を亡くしたことで信仰を捨てる。ザ・ストリートシンガーではかつての花形オペラ歌手が路上で歌う貧しい若者を誘惑しようとし、 若者も彼女を利用しようとする。ザ・スーパーでは横暴で差別的な男性が小児性愛者に仕立て上げられて自殺する。クカラインではキャッツキル産地で休暇を過ごす登場人物たちの物語が交錯する。これら4編は失意、失望、暴力、民族的アイデンティティのモチーフによってテーマ的に連続している。絵はモノクロで大きなコマにドラマチックな構図で描かれ。 ギガ的な人物の表情が強調される。伝統的なコミックの形式と異なり、ナレーションの文章は枠で囲まれていないことがほとんどで、枠のないコマも多い。1936年にコミック作家として活動を始めたアイズナーは、低俗なメディアとみなされていたコミックで芸術的表現を行う野心を持っていた。しかし彼の考えは、賛同を得られず代表作。 ザ・スピリットを i 九を1952年に終わらせてからは、商業出版の世界を離れて、インストラクションマニュアルの作成を手掛けていた。1970年代に至って、コミックを真剣に読む、ファン層が成立したことを知ったアイズナーは、創作活動を再開し、文学的な内容を持つコミックを描く野心を固めた。一般書の出版社を版元とし、コミック専門店ではなく、 通常の書店で販売するのが、アイズナーの望みだった。1978年、小出版社バロネットブックスから本書が、グラフィックノベルと名打たれて刊行された。それ以来この言葉は、本一冊分のボリュームを持つ、コミック作品を伝統的な30ページ前後のコミックブックと区別して呼ぶなとして定着した。当初本書の売れ行きは鈍かったが、アイズナーの同業者からは、 尊敬を集めた。後には大手出版社から何度も再販されている。アイズナーは本作でコミック界の長老としての地位を不動のものとし、その後2005年に死去するまでグラフィックノベルとコミック論の執筆を続けた。ア・コントラクトウィズ・ゴットは社会的リアリズムにメロドラマの要素を加えている。大教皇時代の安い共同住宅を舞台にした4編の 短編から構成され、絵と描き文字による序文、エーテネメント・イン・ザ・ブロンクスが付けられている。ブロンクスの共同住宅で育ったアイズナー自身の記憶が作品の由来の一つである。アイズナーが本作に込めた狙いは、ユダヤ系アメリカ人の歴史で十分に語られていないと感じていた部分を掘り下げると同時に、 芸術とみなされていなかったコミックで、大人のための文学的な表現が可能であることを示すというものであった。アイズナーは序文において、漫画的な誇張をリアリズムの枠内に留めようとしたことを述べている。収録作は、ウィル・アイズナーが、ブロンクスの共同住宅で過ごした幼少期の思い出をもとにしている。短編、A コントラクト・ウィズ・ゴッドには16歳で死んだ娘。 アリスに対するアイズナーの思いが描かれている。アイズナーは2006年版の序文で初めてこの事情と作品にも反映された神への感情を明かした。ザ・ストリート・シンガー及びザ・スーパーはフィクションだが、子供の頃に共同住宅で出会った人々の記憶から生まれた作品である。クカラインは最も自伝的な要素が強く、主人公の名、ウィリーはアイズナー自身の少年時代の呼び名である。 アイズナーは、この作品を書くには相当な決意。言ってみれば度胸が必要だったと述べている。本作では性的な表現が目立つが、快楽主義を商用するアンダーグラウンドコミックスのように協楽的な描き方ではない。そのような作風は、熟年の実業家でもあるアイズナーの生き方に、そぐわなかった。卑猥な言葉も、作中では使われない。評論家、ジョシュランバートによると、 本作の性は、性欲を刺激するのではなく、不安を呼び起こすイメージとして描かれており、その後に残されるのは、苦痛、失意、罪悪感である。信仰心の熱いハシド派ユダヤ人の少年フリム、ハーシュは、ロシアにある故郷の村からただ一人選ばれ、迫害を逃れるため、アメリカに送られる。ハーシュは、神との契約を石板に掘りつけて、生涯善行を積むと誓い、 それによって人生が成就すると信じた。移民したニューヨークでは、ドロップシーアベニュー55番地にある共同住宅に住み、敬虔な信徒として簡素な暮らしを送る。ある時自宅の戸口に乳児が捨てられているのを見つけると、その子、レイチェルを幼女とする。しかしレイチェルは幼くして病で死ぬ。ハーシュは神に激しい怒りをぶつけ、契約を破ったと非難する。 信仰を捨て、禁じられていた髭剃りを行ったハーシュは、管理を任されていたシナゴーグの再建を担保として、不正に流用し、住んでいた共同住宅を買い取る。やがて強欲な事業家として、ペントハウスに居を構え、ヒュダヤ人の愛人を囲うようになる。しかし新しい人生でも空虚感は埋められず、神との間に新しく契約を結び直そうと考える。ハーシュは、 数人のラビに契約書を作成させるが、帰宅と共に急な心臓発作で命を落とす。エピローグでは、シュロイムという名の少年が、ハーシュの捨てた契約の石板を拾い、新たに自身の名を書き入れる。アイズナーは、本作の執筆を、個人的な苦痛についての訓練と呼んだ。彼は8年前に16歳の娘アリスが、白血病で死んだことへの悲嘆と怒りを持ち続けていた。 初期のスケッチでは、ハーシュの幼女は、アリスと名付けられており、アイズナー自身の苦痛がハーシュを通して表現されていた。アイズナーはこう述べている。ハーシュが行った神との論判は私自身のものだ。私の信仰を踏みにじり、16歳のマナ娘から花開いたばかりの命を奪っていった一人の神への激しい怒りを吐き出したんだ。年老いたオッペラ歌手マルタ・マリアは、 共同住宅の合間にある路地で歌っていた若者、エディをベッドに誘う。アルコール依存症の夫のため歌手のキャリアを捨てていた、マリアは、エディの指導者として、小ビジネスの世界に帰り咲く望みを抱き、彼に衣装を買う金を与える。エディはその金でウイスキーを買い込んで、身を物妻の元に戻る。その妻もまた結婚によって、小ビジネス界を退き、夫から虐待を受けていた。 エディはマリアを利用して本物の歌手として身を立てようと考える。しかしエディはマリアの住所を記憶しておらず会いに行くことができなかった。彼にとって共同住宅の建物はどれも同じ見た目でしかなかった。この作品はアイズナーが知っていた実在の人物を元にしている。共同住宅を回りポップミュージックや調子外れの芝居がかったオペラを歌って 小銭を稼いでいた失業中の男性だった。アイズナー自身も時折効果を投げたことがあると言い,い、本作によって彼の物語が普及のものになったと述べている。ドロプシーアベニュー55番地に立つ共同住宅の住人はユダヤ人嫌いの管理人スカックスに恐れと不信を抱いていた。入居者の一人の系類である。 少女ロージーが最下階にあるスカックスの部屋を訪れ、どうか一枚でスカートの中を覗かせるという。取引の後で、ロージーはスカックスが唯一心を許していた愛犬ヒューゴに毒液を飲ませ、金を盗んで逃げる。スカックスが彼女を路地に追い詰めると、目撃した住人たちが警察に通報し、児童に性的暴行を行おうとしたと証言する。 警察が部屋に押し入って逮捕する寸前に、スカックスはヒューゴの死骸を抱きかかえて、拳銃で自身を撃ち抜く。アイズナーは、子供の頃住んでいた、共同住宅の怪しげだが、コア表の管理人をモデルにして、主人公を作ったと書いている。2006年版では、ロージーが盗んだ金を数えているオリジナル版の、結末の後にページが追加され、管理人募集と書かれた張り紙が、 共同住宅に掲示されている絵が描かれた。キャッツキル山地の湖の一つ、シルバーレーク。クカラインは郊外で秘書を行うドロプシーアベニュー55番地の住人たちの物語である。中年の男性サムは妻と子供たちをキャッツキル山地の秘書地に送り、自身は不倫相手と水入らずで過ごすために残る。送り出された三人はクッカレー園に滞在する。 衣服の祭壇を制御とする男性ベニーと女性秘書ゴールディはそれぞれ裕福な結婚相手との出会いを求めてクッカレー園に近い高級ホテルに泊まる。二人は互いを金持ちと思い込んで接近するが事実が明らかになるとベニーはゴールディを慰み物にする。ゴールディにあしらわれていた医者の卵ハービーが彼女に寄り添ってケアを与え、ベニーは資産家の娘に狙いを移す。 サムの息子で15歳になるウィリーは、クッカレーンで出会った、年長の女性に誘惑される。そこに、女性の夫が現れ、妻を殴り倒すと、ウィリーの眼前でことに及ぶ。夏が過ぎ、飛翔を終えた住人たちは、ドロップシーアベニューに戻ってくる。ゴールディーとハービーは婚約した。ベニーは、結婚を足がかりとして、ダイヤモンド賞になり上がれるものと期待する。ウィリーは、 休暇中の体験を引きずっているが表には出さない。一家は共同住宅を引き払うことを計画している。クカラインは本書に収められた短編の中で最も自伝的な要素が明らかである。登場人物にはアイズナーの家族の実名が使われている。アイズナーはこの作品を自身が大人になった瞬間についての正直な記録と呼び、作り話と記憶の組み合わせだと述べている。 ウィル・アイズナーは1917年にニューヨークで貧しいユダヤ系移民の子に生まれた。芸術の道に進む望みがあったが、当時は芸術を学べるような上流の大学から貧しいユダヤ人は排斥されていたという。アイズナーは同世代の多くと同じくコミック界に表現の場を求め、1936年からプロとしてのキャリアを開始した。 1930年代の終わりにはコミックブック制作のスタジオを共同所有していたが、1940年にそこを辞し、先駆的な表現形式で知られる最大の代表作、ザ・スピリットを発表した。同作は1940年から1952年まで新聞の付録冊子として配信された。その終了後はコミックブック界から退き、 アメリカンビジュアルコーポレーションの事業に専念した。同社はアイズナーが1948年に設立したもので、教育や広告の分野でコミックなどを制作していた。1970年代になると、コミックのファンダムが発展してきた。アイズナーは20年前に描いたザ・スピリットが未だに読み続けられており、新作を望むファンがいることを知った。 1972年にアメリカンビジュアル社が倒産すると、アイズナーは、アンダーグラウンドコミックスの発行者、デニス・キッチンと、旧作、ザ・スピリットを再販する契約を結んだ。さらに他の作品の再販も進められる一方で、アイズナーは、ザ・スピリットの新作ではなく、もっとシリアスな作品を描く望みを抱いた。アイズナーを触発したのは、1938年に、 初めて出会ったリンドウォードのワードレスノベルやフラマン人フランスマシリールやドイツ人オット・ムックルラによる同種の作品であった。アイズナーはザ・スピリットを描いていた時期からコミックでもっと進んだ表現を行う芸術的野心を持ち続けてきた。1950年代から一冊の書籍のアイデアを温め続けていたが、コミックは一般社会でも業界内でも低級な娯楽と、 見なされていたため出版を講演してくれる相手は見つからなかった。全米漫画家協会1960年大会においてルーブ・ゴールドバーグがアイズナーの野心を叱りつけたことがある。君は大道芸人だ。私たちと同じにな、それを忘れるな。1970年代にアンダーグラウンドコミックスが非評価から高い評価を受けるようになるとアイズナーは 自身のアイディアを受け入れてくれる層が現れたと考えた。1978年には一冊の本のボリュームを持つ大人向けの作品 A Contract with God を初めて完成させた。アイズナーは同作をグラフィックノベルとして売り込んだ。この言葉は1960年代から使われていたが本作で広まるまでほとんど知られていなかった。本書は商業的に 大成功とは言えないまでも、アイズナーに安定した収入をもたらした。彼はすぐ自作ライフオンがナザープラネットに取り掛かり、2005年の死去までにさらに18冊のグラフィックノベルを完成させた。そのうち2作は短編クカラインで登場した作者の分身ウィリーを主人公としていた。私の人生に起きてきたパターンを神の手に返すことはできない。できるものなら、 そう信じたいのだが、いつも誰かの手によって導かれている気がしていたのだから、本当にそうだったら大きな慰めとなることだろう。だが、信じる理由を一つも見つけることができないのだ。ウィル・アイズナー・アイズナーは、信心深い家庭で育ったが、彼自身は消極的不信仰者であった。1970年、16歳の娘アリスが18ヶ月にわたる闘病の末に、 白血病で亡くなった。アイズナーは怒り狂い。なぜ神はそのようなことを許したのか自問し、仕事に打ち込むことで悲しみに対処しようとした。A コントラクトイズゴッドの執筆中、アイズナーは頭の中でフリムハーシュを演じることでこれらの感情を捉えようとした。ナレーションは枠の中に入れられるのではなく、絵の一部として描かれている。枠線で囲まれたコマを配列する。 伝統的な形式はあまり用いられず、多くのコマでは枠線の代わりに建物や窓枠の絵で空間が区切られている。多くのページはそれほど細密ではなく、キャラクターの表情に重点が置かれた大きな絵が用いられる。各話の長さは一定とするのがそれ以前のコミックでは一般的だったが、本作では内容に応じて決められた。背景の死害は、 ドラマチックな情報試験の遠近法や、明暗表現が効いた暗めの絵柄で強調されている。収録作をつなげる、共通の視覚的モチーフも存在する。第1話で、ハーシュが娘を埋葬してきたシーンでは、暗く垂直に降りかかる雨が彼を包み込んでいる。審判の最終話には、末尾に、ウィリーがバルコニーから死骸と空を眺めているシーンが追加され、 ハッチングで表現された雨が再び用いられている。絵はモノクロだが、一般的な白黒ではなく、セッピア帳で印刷された。スーパーヒーロージャンルのコミックとは異なり、本作に登場するのは英雄的なキャラクターではない。隣人を助けるために英雄的に見える行為を行う時でさえ、彼らは失意や無力感の中にある。カリカチュアされた、 登場人物の描写はリアルに描かれた背景と交代書を成しているが、ザ・スピリットにおける作画と比べると背景のディテールは少ない。コミック原作者、デニス・オニールによると、このスタイルは記憶の印象主義的な感覚を模している。このようなキャラクターやシチュエーションは同じドロップシー、アベニューを舞台にしたーライフフォースなどの別作品でさらに掘り下げられている。 本書に収められた作品は、満たされなかった願望に対する失望や失意というテーマを共有している。フリムハーシュは、娘の死を嘆き悲しみ、神が自分との契約を裏切ったとみなす。路上歌手エティは講演者を買って出た女性との連絡手段を失い、何者でもない自分に戻る。ゴールディーとウィリーがそれぞれ持っていたロマンスへの期待は、ゴールディーがあわやレープの浮き目に遭い、 ウィリーが実際にセックスを持ちかけられる中でくじかれる。暴力もまた作品をつなげる要素である。エディが妻に振るう暴力は、ウィリーを誘った女性が夫から受ける暴力として繰り返される。登場人物は純粋な善とも悪とも描かれない。例えば、ザ・スーパーのロージーは人種差別主義者で独別のアパート管理人から勝利を収めるが、そのために彼から金銭を奪い、 小児性愛者に仕立て上げて、自殺に追い込む。閉塞感のテーマも顕著であり、登場人物が、戸口や窓枠、あるいは激しい雨に取り囲まれているように見える構図が、多用される。フリムハーシュは、東欧の過酷な反ユダや感情から逃れる。最終話の登場人物の間には、共同住宅から、そして都市から解放された、高揚感がある。研究者、 デレクロイヤルによると、本書の収録作には、ユダヤ人の民族的背景が色濃く現れており、第1話イコントラクトウィズゴッドと最終話、クカラインには、ユダヤ教やユダヤ文化の象徴が顕著に見られる。間に挟まった2編では、登場人物のユダヤ性はそれほど明らかにされない。また、第1話と最終話はどちらも、背景のうち都市をはみ出た部分に、 ユダヤ人との関わりが強く現れている。A コントラクトウィズ・ゴットにおいて宗教家としてのハーシュはロシア編境にルーツを持つ。クカラインに登場するキャッツキル・サンチは20世紀にはユダヤ系との関連が深い必勝地だった。アイズナーは本作でユダヤ人のアイデンティティを表現するにあたってコミュニティをその手段とした。アイズナーが平地したそれぞれの短編や 登場人物は互いに混じり合わないであろう、異なる体験を持っている。これは、ユダヤ性に対する、いかなる単一の定義をも否定するが、登場人物たちとそのユダヤ性を束ねるコミュニティの感覚もまた存在する。ロイヤルの論によるとアイズナーは、アメリカのアイデンティティが不確定なものであり、そこでは、民族性が文化的同化と民族内連帯の間で葛藤を受けることを示した。 本書が進むにつれ、登場人物のユダヤ人生は表に現れなくなり、文化的同化が強まっていく。それはアンビバレントな変化であり、独自の代償を持つ。ロイヤルは、本書がコミックス研究だけでなく、ユダヤ文学とエスニックアメリカ文学の研究にとって、重要だと論じた。互いに独立しているが、緩く繋がった一連の作品として補い合ってもいる。連作短編は、 三分の現代ユダヤ文学で広く見られる形式であり、それとよく似た本書はグラフィックノベルではなくグラフィックサイクルと呼ぶべきだとロイヤルは述べている。アイズナーの作品を含めたそのような連作は確一的に定義されうるエスニックアメリカ文学は一つもないと言われるように多数の異質な観点の存在を強調しているのだという。美術評論家ピーター・シェルダールは 過剰さ、わ雑さをコミックというメディアに固有の特徴と見ており、アイズナー作品を含めて固い主題、特に社会主的な事実に基づく主題を扱うには似つかわしくないと述べている。本作はステレオタイプな描写を用いたことでも批判を集めてきた。作家のジェレミー・ドーバーはこれに反論し、そのようなイメージは、アイズナー自身の幼い頃の記憶や共同住宅に住む、 ユダヤ人が感じてきた束縛感を反映したものだと論じた。その他、仮価値はされた人物のデザインが他の部分のリアリズムにそぐわないという主張もある。このスタイルについても擁護者がおり、その一人、デニス・オニールは子供が過去を主観のまま記憶するやり方がよく表されていると主張した。ホロコースト作家エリビーゼルは 十回の第一回を守るという神の義務を、義極ザトライアル・オブ・ゴッドの題材とした。神との契約という概念は、ユダヤ教の根本である。十回の第一回を守る義務が神の側にもあるという発想は、エリビーゼルがアウシュビッツ体験に基づいて書いた、義極ザトライアル・オブ・ゴッドなどの作品で主題に、されてきた。美術史家、マシュー・ベーゲルの観点では、善への思考と、 それが果たされ得ないことや、課せられた義務と自己の貪欲な欲望との間で葛藤するハーシュの苦悩は、ピルケイアボットに伝えられる大ヒレルの問いへの現代からの回答である。もし私が私自身のために生きないならば、誰が私のために生きてくれるだろうか。だがもし私が私自身のためだけに生きるならば、私とは一体何者だろうか。そして今でなければ、いつがその時なのか。 文学者、スザンヌ・クリンゲンシュタインは、ユダヤ学の観点からハーシュというキャラクターが非現実的だと考えた。クリンゲンシュタインは、正しいものの受難は、ユダヤ思想で最大の問題の一つであり、ハーシュのような経験なユダヤ教徒がもっと早くに、基本的な教義と格闘していなかったはずはないと主張した。本書の完成には2年を要した。アイズナーは、 様々なアプローチやスタイルで制作を行い、着色やオーバーレイ、ウォッシュのような技法を試した後に、コントラストの、はっきりしたセピア調の絵に行き着いた。締め切りのない仕事だったので、書き直しや構成変更は、満足がいくまで行われた。アイズナーは成人の読者を想定しており、コミック専門店ではなく、一般書店で販売することを望んでいた。 そのためコミック出版を手掛けるデニスキッチンからの出版オファーは断った。バンタムブックスに原稿を持ち込むつてはあったが、同社がコミック出版に関心を見せないことは予想できた。アイズナーは同社の編集者、オスカー・ディステルとの面談を取り付けるため、本作をグラフィックノベルと呼んだ。ディステルは作品がコミックであることに気づくと、 バンタム社から刊行されることはないだろうが、もっと小さい出版社なら、可能性があるかもしれないと告げた。ニューヨークの小出版社バロネットプレスは、あ、コントラクトウィズ・ゴッドの観光を受け入れた。本の書誌情報欄では、発行元として、ニューヨーク州ホワイトプレーンズのプアハウスプレスと記載された。当初アイズナーは署名を、テネメントストーリーズ。 テイルズ・フロム・ザ・ブロンクスもしくはエーテネメントイン・ザ・ブロンクスとするつもりだったが、テネメントという言葉は米国東部でしか知られていなかったため、バロネットは第一話の表題エーコントラクト・ウィズ・ゴッドを取って署名とした。本の表紙にはグラフィックノベルと名打たれた。ただし、ノベルは本来長編小説を指す言葉で本書のような連作短編は含まれない。 バロネットの財政は盤弱とは言えなかったため、アイズナーは観光を確実にするため同社に融資を行った。売れ行きは思わしくなかったが、年月とともに需要は高まっていった。1985年にはキッチンシンクプレスから再販され、2001年には DC コミックスからウィル・アイズナーライブラリーの一環として観光された。WW ノートンは、 続編 A Life ォ o ス c とドラオプシー・アベニューを合わせた一巻本ザ・コントラクト・ウィズ・ゴッド・トリロジーを2005年に刊行したノートン版とそれ以降に出た版には各話の末尾に追加ページが付けられている2010年現在翻訳版は11種以上刊行されておりその中には本作の登場人物の多くと関わりがあるイディッシュ語も含まれているイッシュ語版は アムステルダムのコミック展ランビックから1984年に出版され、アイズナーもその記念として同店を訪れた。2019年現在日本語版は刊行されていない。ア・コントラクトウィズ・ゴットは最初のグラフィックノベルとして誤って名を挙げられることが多い。グラフィックノベルという言葉は1964年にコミックブック評論家リチャード・カイルによって ファン間のニュースレターの中ですでに使われており、アイズナーとも交流があったジャック・カッツの作品ザ・ファースト・キングダムでは表紙に歌われていた。単行本形式のコミックは本作以前にも数多く、遅くともミルト・グロスの H.E. ドーン・ハー・ロングにまで遡れる。しかし、コミック界におけるアイズナーの性望の高さもあって、ア・コントラクト・ウィズ・ゴッドはそれらの先行作よりも広い。 認知を集めた。アメリカンコミックの歴史における本作の重要性は出版形式の面のみではなく文学的豊富の高さやコミックブックジャンルの提携表現を排したことにあるとみなされている。アイズナーは本作以後もキャリアの第3期としてグラフィックノベルの創作を続けた。最終的にそれはコミックブック作家としての 第一期や教育用コミックを描いていた第二期を上回る長さとなった。コミック誌アールフィオーレによると、グラフィックノベル作家としての活動がアイズナーに、おぼろげな過去の異物ではなく、現代の作家としての名声を維持させることになったという。あ、コントラクトウィズ・ゴッドはコミック界におけるウィル・アイズナーの、聖望を一段と高めた。編集者 NC ・クリストファー・カウチは、本書の総本が、 グラフィックノベルという出版形式におけるアイズナーの大きな貢献だとした。当時コミックブック出版の関係者で製本の経験を持つ者は少なかったが、アイズナーはアメリカンビジュアル社での経験を通じて熟知していた。本書はアイズナーの希望通り一般書店で販売されることになったものの、初年度の売り上げは数千部にとどまった。書店の側では、 どの売り場に置くべきかを選びかねていた。マンハッタンの書店ブレンターノでは本書が陳列台に置かれていた時には売れ行きが良かったと伝えられる。アイズナーは陳列から降ろされた後の売れ行きを調べるため同店を訪れた。店主が言うには本書ははじめ宗教書のついでユーモアボンのコーナーに収められたが、いずれの場合も不適切だと苦情を言う客がいた。 そこでサジを投げて倉庫に収めてしまったという、初版観光時の批評は、好意的なものだった。一般の新聞や雑誌はその頃、コミック表を載せていなかったため、宣伝は、口コミの他犯人や、業界誌でしか行われなかった。コミックブック原作者、デニス・オニールは本書を思いがけない、傑作と表紙、言葉と絵の組み合わせによって、記憶という体験が文章のみでは、 不可能なほど正確に再現されていると述べた。この批評は初め評論し、コミックスジャーナルに掲載され、コントラクトの後年の版では序文に収録された。評論家、デール・ルシアーノは、本書を完璧にして精妙に調和を保った傑作と呼び、キッチンシンクプレスが1985年に、このような冒険的な作品の再販を行ったことを称賛した。アイズナーは、 本書の刊行後に漫画家としての地位を高め、ニューヨークのスクールオブビジュアルアーツの教員としてコミックメディア論を説いたことでさらに影響力を拡大した。同行での講義はコミックスシークエンシャルアート及びグラフィックストーリーテリングビジュアルナラティブとして刊行された。前者はコミックメディアの表現形式に関して英語で初めて書かれた本だった。 アイズナーの社会的地位が上がるにつれて、アイズナーがグラフィックノベルを描き始める以前と以後の作品を刊行する出版社は二分されるようになった。WW ノートンのようなインテリ向けの出版社はグラフィックノベル作品を再刊し、スーパーヒーロー作品ザ・スピリットは DC コミックスのような地位の低い出版社から再販されてきた。コミックスジャーナルは 本書を20世紀の英語コミックトップ100の第57位に挙げ、コミックメディアで初めて現れた本物の芸術家の一人による傑作と呼んだ。漫画家、デイブ・シムは本書を称賛し、何度も再読していると書いている一方、これほど簡潔な作品をグラフィックノベルと呼ぶのは、やや不当だと述べている。シムは本書を2、30分で読み通せるといい、20ページの 短編小説と同程度の分量だとした。2010年7月24日、サンディエゴコミコンの会場において、プロデューサーのダレン・ディーンらが映画化の計画を発表した。ディーンが脚本家を務め、4編の作品それぞれに異なる監督が配されることになる。研究者、ハリー・ブロートによると、フリミーという名は、イディッシュ語で、経験なを意味する、フラムから取られている。 イデッシュ、コシャラン、クックアローン、アイゼン・シャプリッツはコミック作家、ハーベー・カーツマンが、アイズナーの雨の描き方を読んだものである。シュプリッツは、英語のスプレーにあたり、雨を意味する。ヘブライ語の金表記は、日本ユダヤ学会によった。If, I am not for myself, who will be for me, but if, I am only for myself, what am I, and if not now, ウェン、アイズナーは、後年のインタビューで、グラフィックノベルという語は、面談を取り付けるため自分で考え出したと、明言しているが、漫画家、ジャック・カッツがアイズナーへの書簡で自作ザ、ファースト・キングダムを、グラフィックノベルと呼んでいた。書簡の日付は1974年8月7日にまで、遡ることができる。キッチンシンクの再販は、ソフトカバー版とハードカバー版の2種類があり、 ハードカバー版は限定600部で別調の自筆ページが添付されていた。ノートンは本書をセピアではなく黒のインクで印刷した。コミックブックが書籍として再販されることはそれ以前にも多かったがコミックブック専業の出版社からではなかった。AB ラスト 1999P57 シェルドル2005ロイヤル2011 P 百五十一 ABCD ロイヤル二千十一 P 百五十七ドーバー二千八ピアニッシモ二十三二十五ドーバー二千八 P 二十七 AB カップラ二千十 P 百五十六ダンカンスミス二千十三 P 百四十五ダンカンスミス二千十三 P 百四十六ボス二千十 P 百十八 ABCD ジュマッハ二千十 P199ABC ダンカンスミス 2013P147 ダンカンスミス 2013P147 オーニール 1979P53 ランベール2008ピアニッシモ 464751AB ブロッド 2012P115 カプラン2010ピアニッシモ153156ダンカンスミス2013 ピアニッシモ、144-145AB シューマッハ 2010P197 シューマッハ2010ピアニッシモ、196-197カプラン 2010P156 ダンカンスミス 2013P145 ダンカンスミス2013ピアニッシモ、145-146ABCDEFGH シューマッハ2010 P200 ダンカンスミス2013 P146 ロイヤル2011 P155 1 57ダンカンスミス2013 P146 ダンカンスミス2013ピアニッシモ146 147 14 AB ロイヤル2011ピアニッシモ158 159ドーバー2008 P23 ビバー2008 P125、ドーバー 2008, ピアニッシモ2324、カプラン2010、ピアニッシモ151153、15 15 ABCDF e ボス2010、P117、AB カプラ2010、P153、アンドルマン2005、P292、アンドルマン2005、P292 カプラ2010、P153、ロイヤル2011、 P164AB アンドルマ 2005P287 アンドルマ 2005P131 アンドルマ 2005P289 アンドルマ2005ピアニッシモ288289ダンカンスミス 2013P149 ワイナー 2003P20 ロス 2010P47 ロイヤル 2011P160 シューマッハ2010 P197ABC ロイヤル 2011P160 ダンカンスミス2 0 1 3 p 1 4 9オーニール 1979P53 ロス2010ピアニッシモ 4749ABO ニール 1979P53 ロス 2010P51 ロイヤル 2011P154AB ロイヤル2011 P159、AB ドーバー2008、P29、ロイヤル2011、ピアニッシモ、157、158、ロイヤル2011、ピアニッシモ、152、153、ロイヤル2011、ピアニッシモ、151、153、シェルドル2005、P3、ウィーバー2012、P162、ベイジェル2007、P161、クリンガンスタイン2007、 P86 クリンガンスタイン2007ピアニッシモ8486十六 A B アンドルマ2005 P288 ダンカンスミス2013ピアニッシモ144 149十九 A B C D ダンカンスミス2013 P144 クンカ2017 P28 シューマッハ2010 P207 シューマッハ2010 P2000 ABC ルチアナンバーワン 986P49 ダンカンスミス2013ピアニッシモ147148カプラン 2006P20 ダンカンスミス 2013P148 ロイヤル2011ピアニッシモ157160163164ブルー2005ザヒストリーオブランビック 2019年4月25日閲覧。A.B. ダンカンスミス2013、P.148、ウィリアムズ2010、P.14 ダンカンスミス2013、P.148、ダンカンスミス2013、ピアニッシモ、149、150、フィオーレ2005、P.184、A.B.C. シューマッハ2010、P.205、シューマッハ2010、 ピアニッシモ 204-205AB& アンドルマ2005ピアニッシ十291-292シューマッハ2010ピアニッシモ205-206オーニール1979ピアニッシ十52-53ドーバー2008ピアニッシ十25-26ロス 2010P53 スパージェン 1999P108 チム2009 ピアニッシモ、42-43、ホフマン2012、P81、シム2009、P42、シム2009、P42、ホフマン2012、P81、ガスティーンズ2010、書籍その他。ありがとうございます。